いつもと同じ帰り道、かわいい鳴き声聞こえる、どこから来たの、誰かを待っていたの、私の友達、小さな友達、給食の残りのコロッケあげる、冷蔵庫から味の干物の残りあげる、うちじゃ買えない、ママがすぐに捨ててらっしゃいって言うから、私の友達、小さな友達、形をしていないので、珍しがられているんですが、それがそのまま可愛いということに結びつく方はあまりいないらしくて、我が家で可愛いね、可愛いね、モトちゃん可愛い、お前が一番可愛いよってやってるのを、居合わせたお客様ははぁーっと見ていることが多いわけです。今日このようなビデオのユニットがありますが、これの、総指揮を取っておるのが立花はじめさんです。彼の家にはとっても可愛らしい猫ちゃんがいて、ハッピーちゃんと言います。そしてもうお家へ帰るとズルズルによだれ流して、可愛いね可愛いね、お前が一番可愛いね、多分やってるに違いないんです。あまり他の方にはお見せできない姿かもしれませんね。
きなり英語の歌を歌います。タイトルはカラードウォーターと言いますが、はるか昔にレコードになったので覚えてらっしゃる方はあまりいないかもしれません。いい歌なので聴いてください。